はい、キベにやってまいりました。はい、ちょっと久々に猪間くんち行ってみようか。ヨウさん、キベと言ったら猪間くんよね。ヨウさん、最近連絡取ってる？いやもう長いことね取ってないね。俺も取って連絡してあれを帰ってこんのやろ。ああ、そうやね。1ヶ月ぐらいまで返事が来たけど帰ってこないよ。どうしようかな、全然あれなんよね。コンビニ行ってもおらんのやろ。井上くんコンビニで働いとったもんね。おらん、おらんって、うちの親行ってもおらんって。へえー、あだからちょっとね、心配になってちょっと家の方に。そうやね、ちょっと行ってみようかと思って、うん、行ってみます。まあこのチャンネルでも何回かね、出たことある。あの新築の家紹介って言ってた、やったね。新築の家だよね。そうそう、確か1年前ぐらい。神でも手伝ったもんね、荷物。ああ、そうそうそう。どうやってここやったっけ。んあ、これか。んどこ、あれこれ、これやったかい、ね、これこれ、こっち。ああ、これだ、これだ、これこれ。あれこれ、井上くんちだ。電気ついてないやん。あ、これか。電気ついてない。これあれ、ちょっと待って、外出中かな。ちょっと降りよう、降りよう、降りようか。うん、真っ暗だ、真っ暗だ、真っ暗やね。ちょっと降りよう、降りよう。ちょっと高すぎる。うん、似たかもしれないな。ちょっとね、うん、よし、行ってみよう。よった。おお、真っ暗、真っ暗。うん、出かけとるんかな。電気ついてない。電気ついてないね。どんな感じ。あ、でもカーテンなんだ。電気ついてる。電気ついてる。あか、あれあれ、どうしたん。ついてる。何、カーテンなくね。は、あれあれ、前カーテンあったよね。前カーテンあったね。中どうなって見て、中見て。ちょっと見て。あれ？物ある。あ、物ねえじゃん。あら？あれ？なんか、えらい片付いとるね。ほんとね。何これ？片付いてるよ。どこだこれ？テレビとかあったよね。テレビとかないんじゃん。テレビない。は？えらい、なんもないね。ちょっとあっち回って。どうしたんだろう。どうしたんこれ。模様替えとか。あ、模様替え、模様替えだ。模様替え。誰来るんだ。いい子すぎる。うん、教えて。あ、押してみようや。うん、ちょっと。あ、なったなった。あ、もうなるやん。ちゃんと。ちゃんと。誰かおるかもしれない。うん。おやさんがおるかもしれない。やっぱおらんのかな。ヨウさんおらんっぽい。上は上。あ、待て、あ、どうしたん。売り物件なってる。あ、はなんで。え、ほら、ちょっと待って。は、売り物件じゃん。売り物件じゃん。売ってんの。売ったん。家、家と土地、家と土地。マジで。だってここだよね。ここここ、井上くんとこ。こっちこっちこっち。ちょっと。うん、だって今この前ね、新築紹介みたいなやったよね。やったよね。なんだ、おかみに手伝ってきたよね。おう、すいません、ここの方ってもういらっしゃらないですか。ここの方、井上さん。なんか最近まで住んでらっしゃったんですけど、うん、あの売り物件になってたんで。もうね、いや、知らないですか。まだ新築になってまだ1年ぐらいしか経ってない。おお、1年やね。でしょ。ぐらい。いや、友達なんですよ。あ、そうね。久々に来て電気ついてなかったんで。なんか音信不通なんですよ。あ、そうなん。
で売り物件ってなったんでびっくりして。そうだな、俺もいきなりなってたんだよ。おすごい見て、売り物件になってた。売り物件って書いてある。あ、そうね。そうですね、2年ぐらいやろって。そうですね、1年。そうですよね、うん、できて。そうなん、私全然ほんと電気好きね真っ暗ね。そう、私そうだな、 あまりこう話すことないから。あ、そう、あ、そうですか。年齢が違うしな。ああ、そうね、それは知らんかったね。そうですね、わからん、全然。あんたらわからんの。ありがとうございます。わかりました。はい、どうもどうも。すみません。これ衝撃だね。予算衝撃。大波乱や。大波乱。予算大波乱やで、これ。大波乱。競馬で言ったら大波乱。なんで競馬で。あ、連絡つかんよ。つかない、つかない。どういうこと？どうしたん？いや、とりあえず乗ろうや。乗ろうか。聞いてやるだって。まあまあ。これ、見て。ほら、ほら。ああ。え？ああ。これ同じ場所だからね。同じ場所。これだってタイトルが見て、新築の家を紹介してもらう。平成最後の、平成最後の引き渡し当日やから。早すぎやろ。早すぎやろ。家建ってないやん。ほんとそれ。あらー。なんだこれ。なんでやねんな。マジで？今この状態やな。ああ、うん、ね。本当よね。いやいやいや。マジで理解できん。え？マジで？あ、いきなり？何も聞いてないしな。本当よね。じゃあ彼はどこ行ったってこと？本当それ。それは神って俺に連絡来んはずや。そりゃ。ああ。これ電話してみたら。ヨウさん電話してみたら。ヨウさん電話してみたら。いきなり。ヨウさん電話してみようよ。で、スピーカーオンして。これはすごいね。これはちょっと、いや、衝撃やね。衝撃というか、うん、気になるよね。うん、どこ行ったんってなるよね。本当よね。これ多分住んでないよ。山口県いないかもしれないよ。うん。この感じは。引っ越したんかもしれない。なんかお父さんと住んでるよね。いや、もともとここにお父さん住んでない、うん、でもお父さんもお父さんもないよね。いないよね。2人とか行ったよ。2人でどっか行ったっていうか、それぐらい違うと思う。ああ、うん、これは衝撃的だね。あ、できてきた。ほら、出てこない。いや、大体出んの。あ、出ない。基本大体出ん。なんだそら。あ、あとで、あの、返してくる。基本的には。うん、出るかもしれない。出た。基本電話に出ない。電話したときは出んのよ。あ、そうなの。あとから帰ってくる可能性があるっていうの。あ、いや、出んね、昼間。これついて。しかし衝撃やね、衝撃的やね。もう一回、もう一回。こんなことか。そう、開けてよ。で、あら、でんぞ。ああ。どういうこと？死んではないな。どっかにおる。死んではないでしょ。じゃあちょっと犬のおばさんにかけてみます。うん、はい。出るでしょ、さすがに。寝てるかな。あ、こんばんは。はい、もしもし。あ、もしもし、坂田です。
坂田です。あの、仕事の坂田。坂田さんですか、はい。はいはい。あの、坂田さんって言ったら、あの、一緒に仕事してた、井上くんと。あ、はい。正樹くん。お世話になります。はい。あ、どうも。はい。お世話になります。あの、正樹くんって今どこに行ったんですか？大阪です。大阪に引っ越したんですか？ああ、そうなんですよ。あら。え、なんで？全然ご存知じゃなかったですかね。知らないです。何も連絡ないんで。なんか家来たら、売り物件って家売ってるってなったんで、びっくりした。な、何があったんですえ、何があったとか、あ、電話は一つじゃなかったですかね。何も連絡取れないんで。あ、連絡してもあれですか？つながす、そうですね。なんか、わからないんですけど、なんか分かることあればちょっと気になるんで。何どうしたの？あ、すいません、ね、本当は。私もちょっと最近連絡あれしてないけど、ショートメールはね、するだけやったんですけどね。はい。してたんやけど、あ、電話はどこつながらんって、どうしたんやろ、忙しくしてるんやろうか。メールもダメですか？ LINE とか。そうですね。なんか分かることあればちょっと気になるな。どうして売られたんですか？家を。あ、いえいえ。そこ行って、なんか、なんと言ったらいいんかね。私もちょっと詳しいことがね、ちょっとあれなんやけど、なんか運送的なね、仕事するって言って、はい。運送業的な。ほんで、それで行ったんですよね。なんか知り合いができて。ははは。ああ。ここでもう運送業みたいなするって言って、大阪に行って、急にね、去年の10月から話しても11月には引っ越したんですよ、はい、大阪に行ってしまって。なんか急ですよね。あ、そうなんですよ。こっちもバタ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 でね、まあ、要はからまま日本人がもう決めていくっていう系ですね。どうもこうも並んでから。ああ、もう意志が固い、ね、意志が強くて。ああ、そうね、固いっていうか、まあね、挑戦してみたいとか、そういういろんな思いがあるんやろうけどね。じゃ今大阪で運送業をされてる。じゃあ今しばらくはじゃあもうこっちでも戻ってこないんですか？そうですね。ああ、じゃあもうあっちに引っ越したんだね、完全に。そうよね。行ったって感じですね。はあ、なんもあれせんってからね。ちょっと、なんか連絡してほしかったですけどね。急に。ですよね。本当ですよね。何もわからないんで。本当ですので、連絡を取れんっていうのはあれね。そう、電話したけど、今ちょっと、返信、かから、繋がらなかったんで。繋がら、いや、なんていうのは何？なるけど出ないってこと？出ない。まあ、たまたま出ないと思うんですけど。あ、ほんと？ちょ、しばらく連絡してなかった。あ、ならんわけじゃないよね、電話がね。あ、そうはないですけど。あ、まあ、折り返してかかってくるかもしれないですけど。あ、しばらく取ってなかったんで、連絡。あ、ほんとですか。で、あと今、で、ちょっと家を見てちょっと、すごい、気になったんで、ちょっと衝撃だったんで。すいません、なんかバタバタでね。あ、いや、いいですよ。10月に聞いて、もう11月には行ってしまうでですね、バタバタして家を片付けて、落ちた状態でね、行ったんですよ、結局。いやー、久しぶりに来たら、もぬけの殻だったんで。こっちもね、なんとも、バタバタ振り回される感じで、なるほど。行ってしまいましたよね。ああ。ちょうど今のコロナの時間ですね。この時期大変なのに。大変ですよね。そうですね。大阪行きたいね。この時期に。大阪。まあ、なんか、連絡とか取れま、連絡してますか？彼と。連絡、メール、ショートメールとか、電話メールも、電話で話したりもするんだけどね。ああ、そうなんですね。ここ1、2週間はちょっと、どうかな。1月の最初にちょっと話しましたけど、ね。ああ、そうなんですね。それからちょっとあれしてないけど、また言っときますね。まあそうですね。ちょっと心配だったんで、ちょっと、だって一緒に今まで、いた仲間ですからね。ねえ、ほんとね。お世話になってばっかり。わかりました、はい。伝えときますね。はい。わかりました。はい。すいません。はい。はい。失礼します。はい。どうも。ということで。ということで。衝撃的な。なるほどね。大阪？大阪に引っ越したと。引っ越したところです。なるほど。いきなり。そう。まあ、いきなりすぎる。いきなりって言っても、まあ、去年の10月って言ってるよね。10月って言って。いや、いきなりってか、去年としてもさ、だすぐ、ちょっと前だ。2ヶ月前だ。1ヶ月、今1月。だって、おばさんもさ、なんか、知らんって言ってたよね。びっくりしちゃったやん。うん。だから、彼的にはもともと行く気あったんやろね。
いや、何かあったんよ、きっかけが。なんか紹介してもらったとか言っとったね。誰かそんなの、俺。県外に。なんかネットのつながりかなんかでさ、今回みたいに言われて、行ったんじゃないかな。しましたよ、ネットのつながりかわからんけど。しましたでしょ。うん、うん、大阪駅。で、うまいこと話、ね。割り込まれたよ。うん、行ってさ、じゃあ家売って、みたいな。で、金にしようみたいな。あったんかもしれんね。さっき聞けんかったけど、お父さんはどうしたんかな、一緒に住んどった。あ、それ。あ、聞いてなかった。あ、聞けよかったね。まあ、でもどっか、あの、ホーム、老人ホームかどっかで、ね、大体予想がつくよね。ああ、まあ、話の流れで出てこなかったってことは別にね。あ、そこは聞きづらかった、さすがに。まあ、ちょっとね、俺も聞けんかったけど。撮ってるからね、しかも。うん、まあ、なくなってはないってことは分かった。それは、それは言っちゃいけん。それはよかったけどね。まあまあ、そういうことですよ。はい。ちょっとびっくりした。ね、びっくりした。ちょっとあまりの衝撃で、ちょっと、つい、ちょっと聞きたくなってね。うん。電話してしまった。本人に電話したけど、ね、ちょっと連絡つかんというか、まあ、繋がらないんでね。ちょっと、おばさんに電話したけど。はい、ということです。そうです。いやー、よさそう。今君はちょっと、しょうがないね、もう。お別れだね。お別れ。はい。よさんどうも。寂しい。寂しいね。寂しい。